はい、皆さんこんにちは。アルトさんがピンクヘッドと呼ばれている理由、俺はまだ知らない。はい、よろしくお願いします。今回はですね、闘技場の21階級を無理にキープするなということをね、ちょっとお話ししようかなと思うんですけども、まあなんでこんな動画を上げてるかと言いますとね、今回の伝承英雄召喚で、チキが、まあ、出たわけじゃないですか。あれはね、まあ闘技場の人権キャラですよ、今後のね。まあ地属性というと、その伝承ヘクトルで、伝承のその無属性のね、飛行マムクートのルフレが、まあ、いるわけなんですけども、まあ、それをね、はるかに超えてくる、総合値の高さ、そしてスペックですよね。はい。で、まあ、今回ね、まあ、10突捨てる人もね、おそらく多いと思うんですよ。もうなんなら20突狙ってる人も、まあ、中にはね、まあ、中にはっていうか、数パーセントは多分いると思うんですよ。そうなってくると、今後ね、地属性、今ね、非属性のね、あの、伝承ヘクトルのね、ダブル伝承っていうのがね、まあ、闘技場の上の方でね、まあ、流行ってるんですけど、今後ね、その1のシーズンで、そのダブル伝承、チキでね、ダブル伝承やる方っていうのが多分ね、出てくると思うんですよ。そうなってくると、地のシーズンもね、あの、闘技場でね、あの、査定、どれぐらいだろうね、ポイントで言ったらね、3790とかもそれぐらいになってくるんじゃないかなと。うん。で、今までね、21階級ずっとキープしてた人もね、やっぱりね、シーズンによってはね、もう無理だなっていう時多分出てくると思うんですよ。でもね、やっぱりね、今までずっとキープし続けてた人ね、落ちたくないなっていう気持ち絶対あるんですよね。でもね、落ちたらね、モチベーション下がるかもしれんから、まあこうやって出たらね、頑張って課金して、ガチャ引いて、で、10突して、闘技場のためにね、キープするという感じをね、今やってる人は多分多いと思うんですよ。実際俺も今そんな感じなんですよね。うん。今の俺の現状のモチベーションで言ったら、その闘技場21階級をキープすることなんですけどもね。まあ今回露骨にね、まあ強いキャラを出してきたなという感じなんですよね。うん。最近ではね、A スキルね、死闘スキルというのは出してきたんでね、ちょっと査定下げるとね、ちょっと厄介なやつ出てくるじゃないですか。今回言ったらレビンとかね、もうあんなやつがね、対戦で入ってくるとマジで事故るからね。うん。例えばこう対戦権折りまくって折りまくって、厳選して、ただ4回戦、5回戦まで上がってきて、最終にこうレビンが出てきて、レビンにね、倒されてしまう。もうモチベーションなくなるからね、その時点でね。もうその日はね、もう闘技場やめようってなるからね。うん。で、また次へ次へって繰り返していったら、最終的に最終日になって、キープできなかった、終わったってなってくるからね。うん。でもね、実際はね、もうね、その、闘技場ね、そこまでしっかりやらなくていいと思う、本当に。王冠の数ね、やっぱ気にしてる人も多いんやけど、やっぱりね、その今の現状ね、王冠の使い道っていうのがよくわからんから、うん、それはね、あるに越したことないよ、絶対に。キープできるんであれば、ずっとキープした方がいいと思うんやけど、俺は無理にしなくていいと思う。まあ、俺の場合はね、その重装とかをガンガン突してるから、落ちるわけにはいかないよね。うん。他のね、機体も背負ってるわけだからね、俺は落ちてはいけないみたいなね。まあ、これは勝手に俺が言ってるだけなんやけど、うん。そういう話なんやけどね、今回はね。はい、まあ、最終的にね、何が言いたいかというとね、21階級と20階級の差っていうのがほとんどないんですよね。まあ、王冠1個もらえるっていうのは、まあ、多いんで、でかいんですけどね。いざ報酬となってくると、オーブとね、羽と、まあ、コインかなんかもらえるんですけど、まあ、ちょっとした差なんですよね。まあ、そのためだけにね、21階級をずっとキープし続けてるっていうのはね、どうかなと思うんですよね。やっぱりね、21階級と20階級往復してる勢がね、一番いいと思うんですよ。楽だし、経済的にも、全然、楽だと思うし、その21階級をね、ずっとキープしようと思ったらね、その、事前にね、ボーナスキャラをしっかり調べて、どのキャラで行こうかと。そしてね、そのキャラにね、無理の魔改造をしないといけない。うん、例えば相手が重装なんであればね、その貫きとかね、ハンマーとか、まあ、アーマーキラーとかをね、まあ、連成して、天空つけたり、西応援、そして切り返し3とかね、切り返し2じゃねえ、魔改造とは言えないからね、査定足らないから。うん、そういうのをね、いっぱいガンガンつけて、まあ、羽もどんどんなくなっていくしね。うん、そして、ある程度の強さがないとダメなんですよ。例えば、1対2対でね、倒したらダメなんですよね。相手4対中3体ぐらいね、もう倒していかないと、その21階級のボーダーまでがなかなかね、上がらないんですよね。
そこまでしてやるかっていう感じなんですよね。俺はやるけどね、まあ、21回帰のキープ無課金の方本当におられるのかなと思うんですけどね、もうねそこまでやるとね、もうコンテンツ的にね、もうこれ廃課金向けのコンテンツになってくるよね。そうなってくるとその美課金とか無課金の方がねちょっと息しなくなるんよね。俺はそれ本当にかわいそうだなと思う。俺はね別のねなんか闘技場とかをね作ればいいかなと思うんですよね。もうこれは廃課金向けのねコンテンツだということでね、もうちょっとフリーなやつをね作ればいいかなと思うんですよね。そんな感じでございます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。